友のために。マスターが撃たれたそうよ。ああ、知っている。俺がゼアノートに手を貸してしまったんだ。マスターがベンを消そうとした。だから俺はベンを守るために戦った。しかし、それは全てゼアノートの策略だったんだ。俺の中の闇を目覚めさせるために。俺を心配し、お前に追わせたマスターは、やはり間違っていなかった。この後始末は、自分でつける。憎しみや怒りは闇を生む。あなたが闇に落ちて戦うようなことになれば、それはまたゼアノートの策略のうち。それではマスターの思いに応えられないわ、テラ。ゼアノートは俺とバニタスを戦わせてキーブレードを生み出そうとした。マスターはキーブレードは存在してはならぬものと言って俺を消そうとしたんだ。キーブレード？キーブレードが何なのかはわからない。でも俺の心が怖がってる、キーブレードが生まれることを。大丈夫だ。俺たちがベンの心を怖がらせたりしない。俺、バニタスと戦うことになるかもしれない。もしそうなってしまったら。だから俺たちはつながりの絆で結ばれた友だ。
俺がそんなことはさせない。友達だから頼みたいんだ。俺を消してくれ。かつては主人の心と一つにあって力を宿していた鍵の残骸をこの地で繰り広げられた光と闇のキーブレードの戦い、キーブレード戦争の後だ。多くのキーブレード使いがこの地で消えた。ただ一つの鍵を求めて今こそ私は手に入れる。キーブレード。ならばたどり着くと信じていた。光と闇の壁を越えて私のもとへ。待ちわびたぞ、テラ。俺には友がいる。答えろ、ゼアノート。あいつの心に何をした。心の闇を抜き出してやっただけだ。だが
ベントゥスの心は耐えられなかったようだがな。ゼアノート！だけでなく、あの二人まで。そうだ、いいぞ、もっとだ。怒りで心を闇に染め上げろ。完成だ。ベン、次は我々の番だ。テラ、何、この時を待っていた。老いて脆弱な器を捨て、若く強い器を手に入れようとな。これで見届けられる、キーブレード戦争の先に待つものを。お前の闇が我が器となるのだ。
心は闇に帰った。世界は闇に始まり闇に終わる。心も同じだ。心に芽生えた小さな闇がやがて心のすべてを飲み込む。それが心のあるべき姿。あらゆる心は闇に帰るべきなのだよ。思念となってなお逆らい、とどまろうというのか。はっ！
アクア、ベン、俺がいつの日か必ず。